スノーマン向井康二、同期、ジャニーズウエスト藤井流星は、俺のいい話をする、愛ある対応が話題。スノーマンの向井康二と深澤辰哉が、29日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま、文化放送、毎週木曜21時から21時30分に出演。向井がジャニーズウエストの藤井流星とのエピソードを明かした。スノーマン向井康二、ジャニーズウエスト藤井流星とのやりとり明かすこの日の放送では、同じ話を何度もする人への返しについてリスナーから質問が届いた。向井は、その方は藤井流星で間違いないですか？ジャニーズウエストの藤井流星ではないでしょうか？と口にし、同じ話をあの方は僕二十何回もしてますから、と告白。深澤がその時の対応を尋ねると、向井は、流星の場合はちゃんと聞くね。いい話やから、俺のいい話をするから、と答えた。藤井以外の人が同じ話を繰り返してきたらどうするのかという質問に向井は、僕はね、いや、それ前も言ってましたやん。なんとかなんとかなんとかでしょ、って落ち言っちゃう、と回答。